皆さんこんにちは、西里です。ここは和歌山県の JR 紀勢本線美濃島駅です。今回はこの駅の近くに NHK の朝ドラ朝が来たの展示があるので立ち寄ってみました。美濃島の駅前をまっすぐ歩いて5分、大きな川の有田川の手前に有田市文化福祉センターの建物があり、その中に有田市郷土資料館武漢資料館があります。4階に上がってエレベーターを降りると武漢資料館です。エレベーターを出て左にお目当ての朝が来たコーナーがあります。平成27年だから西暦2015年で、もう8年前、この有田市のみかん畑でロケが行われたようです。ロケに来られていた俳優さんたちのサインがありました。朝ちゃん役の春さん、新次郎班役の玉木宏さん、栄達さん役の辰巳拓郎さん、白蛇藩こと長兵衛役の江本佑さん、初さん役の宮崎葵さん、以上5人のサインでした。みかん畑のロケ風景の写真。ロケは109話からのみかんの季節の第19週の撮影。ちょうど BS12 で朝が来たの放送がされていますが、この日訪れた同じ日にこのロケの週が放送されていて、びっくりポンでした。こんな感じで有田市で朝が来たの資料が展示されていました。ちなみにみかん資料館の入場は無料で、休館日営業時間はご覧の通りとなっています。ご参考まで JR の特急黒潮号で天王寺から美濃島まで調べると1時間と6分だそうです。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。